日本国内シェア第1位最大手の帝国データバンク本社日本国内シェア第2位業界第2位である東京商工リサーチ本社信用調査会社とは企業や個人の信用度を調査する会社である余信調査会社ともいう全国展開する企業としては国内最大手の帝国データバンクと業界第2位である東京商工リサーチの2社があるが両社で 日本国内における信用調査業界の9割近いシェアを占めるとされており、河川化が進んだ業界状況となっている。外資系の信用調査会社では、クレディ政府企業情報、エクスペリアンなどがある。その他、特定地域を中心に活動する企業として、信用交換所、東京経済、データマックスなどがある。大手の信用調査会社から、 比較的小規模な探偵調査会社に下請けとして業務が出される場合もある。東京商工リサーチは世界最大手の企業情報提供会社ダンブラッドストリートが作成するレポート、ダンレポートの国内独占販売権を有している。帝国データバンクは自社関連の調査会社を韓国に有する他複数の海外信用調査会社と提携し、 世界各国の企業情報を提供している。世界最大のエクスペリアンも海外企業情報の提供を2009年より開始、日本市場に参入した。また信用交換所もエクスペリアンと提携関係を結び2010年より海外企業信用調査事業を強化している。東京経済でも2010年より世界225カ国以上の企業信用調査を可能としている。 人物情報世界最大のワンソースも海外企業情報の提供を2010年より開始2016年にはイギリスを本社とするクレディジーフグループの日本法人クレディ政府企業情報が日本市場に参入したデータベース形式で海外企業情報を提供するビューローバン大工は上場、非上場を含めて標準化された形式で世界最大の企業情報を有している 信用調査の方法は、企業が自社で行う、直接調査や外部調査があるが、信用調査会社のような第三者へ依頼するのを、依頼調査と呼ぶ。しかし、実際に信用調査会社が行う調査方法は、自社で直接調査や外部調査で行うのと同じ手法である。調査先から直接情報を入手する方法。調査対象とする企業はポイントメントを取って、 訪問し、調査を行う、訪問調査及び、電話を利用して行う、電話調査、E メールやファックスを利用して行う、メールファックス調査がある。訪問調査では、ヒアリングと同時に、企業の在庫や設備の状況、業務内容などの情報を収集する、調査対象の企業以外から情報を入手する、調査方法、観光庁に登録された情報を閲覧して、 情報を収集する観光庁調査、インターネットやデータベースの検索から情報収集を行う検索調査のほか、側面調査といって対象会社に知られずに取引先や同業者、取引銀行など関係先から情報収集する調査がある。近年ではほとんどの企業が公式ウェブサイトを持っていることから、インターネットの検索サービスを利用して、 調査対象の企業サイトから情報を収集、検索調査が多用されるが、求人情報サイトなど他のサイトから情報を収集することもある。直接調査で得られた情報が正確な情報なのかを確認するために行うのが、側面調査である。いわば裏付け調査であり、直接調査だけでは、情報の入手が不十分な場合に行われる、補完的調査。企業が自社で、 調査せずに信用調査会社のような第三者へ依頼する調査方法を言う。しかし、実際に信用調査会社が行う調査方法は、直接調査や外部調査で行うのと同じ手法である。ありがとうございます。